どうもこんにちは。どうも。はい、ストイックティーブレイク改めリスナーさんカモンというね番組名に、変更となりまして、2期目スタートしております。MC の佐藤です。お願いします。横にいるのが、先月からちょっとまあなんか知らないですけどサブ MC に抜擢されました、小立です。よろしくお願いします。はい、お願いしますね。まあ先月からね、サブ MC がいるということで、私自身の、負担はかなり減りますので、もう全部ねサブ MC にも丸投げしたいっていう気持ちでねやっていきますんで、お願いします。はいね、ということで、まあもうね皆さんも7月に入りまして、まあね暑さがねもう本当に2週間ぐらい前からですか、いきなり暑くなってね、もう埼玉とかだと40度を越してるってことなんですけどね、もうでなんだっけ梅雨明け、もうなんか関東だとか九州だとかでね早いと20日以上、早くで、しかも東京だと観測史上は、一番の速さでね梅雨明けしたということで、この猛暑どうすか。小立くん体に来てません？いや僕は実は夏が一番好きなのでむしろ大歓迎ですね。マジか。俺なんてもう暑すぎて暑すぎていつ溶けてもおかしくないって思ってます。なのに格好がちょっとなんか暑苦しいというちょっとよくわかんない矛盾が生じてるという、ね、一応ね日焼け対策はしておきたいなと思って長袖着てます。全然対策になっておりません。はい、ね、ということでね、まあますますね暑さも厳しくなるのでね、なリスナーの皆様も、まあ、熱中症対策ですとかね水分補給、こまめにしてですね、まあ、この夏乗り切っていただければと思います。はい、で話は、ね、すっ飛んで変わりますけど、まあ、最近ですね、まあ、この暑さに負けないようなですねちょっと、まあ、自分の中で熱いブームといいますか、っていうのがね今一個ありまして、ちょっとそれをねまずちょっと動画見てもらいたいなと思いまして、ちょっとご用意してるんでちょっと動画の方お願いします。ツイッターしてもらっても全然大丈夫です。ちなみに僕の手続きって何だったの？まあでしょうね。はい、どんなグループでどんな人なのか自分で言って、拠点がどこなのかも全然わからない。ちょっと待てよ。いろいろと。はい、まあねちょっとねこれを伝えるとね多くの人がね、意外っていう話も出るんですけど、そうなんですよ、私こう見えてオタクなんで、こういうですね地下ドルだとかねよく見に行くんですよ。で最近ちょっとハマりかけてると言いますか、はい、新たにハマってるちょっと地下ドルさんのご紹介をさせていただきました。はい、まあ意外ではないですけどね。多い。なんでその予想通りみたいな反応。はい、ということで、で私のですね、まあ、一押しと言いますかメンバーがいまして、そのちょっと方の画像もありますので、そちらもちょっと、はい、流していただければと思います。はい、いやもう可愛いっすね。はい、で洋服にちょっとお名前ちゃんと書いてるんですけど、リタちゃんって子なんですけど、はい、まあこういうねやっぱり新たに、まあ趣味が一つ増えたと言いますか、まあ行くところと言いますか、本当に最近まだねこのコロナの影響でねライブに行っても騒げないとかあるんですけど、ここはまあ一応ああいう風にまあ騒いでも本当はねダメなんでしょうけど、はい、 OK っていうところだったんで、ちょっと久々に楽しんでる、現場でして、まあ、正直に言うと明日もちょっと行く予定になってます。はい、明日ちげえや、来週だ、そうです、来週ですね。はい、金曜日にやってるんで金曜日ちょっと見に行く予定になってます。はい、
はい、ということでね、私の最近のブームといいますか趣味ですね。はい、まあこういう人と出会えればいいですけどね、ともくんが。おいどういう意味だよはい、そのまんまだよはい、でさあ、ベジミシーの小竹てくんはなんか最近新たにハマったものとかブームってあります？新たにハマったもの、今のところはあんまりない、うん。おお、もう前々から趣味は変わらずいってるバスケ、一本バスケとかですね、やっぱり。あとスポーツを見るとか。ああ、いいね、変わらないでもいいかもしんないけど、新しいの見つけたらなんか新しいのなんかないかな一緒に行ってみるまあちょっと考えておきます。おい、まあ、ちょっとまあトモ君と二人で見に行くってのはちょっと厳しい部分はありますね、やっぱり。なんでだよいや、それはなんでだよって言ったら、まあ、多分察してる方は多分いっぱいいると思います。じゃあ、さ、これからとりあえず1年やっていくから、もっとここの仲は深めよう。ね？どういうことだよ。なんだよ今の。要検討。要検討。要検討。たく。はい、ということでね、こういう感じで、はい。まあ今日も、50分か、楽しくやっていきますんでお願いします。はい、ということで、はい、今日もね、まあ3人席があるということは、はい、お察しの通り、ゲストさんが おりますので、ゲストさんにご登場いただきます。お願いします。はい、2回目です。1年ぶりでございますね。はい、アマンダさんです、はい、お願いします。はい、デザイナーでプレゼンプロデューサーのアマンダと申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、トモ君オタクじゃなかった、オタクじゃなかったんだオタクだったんだ、オタクですね、いや彼は根っからのオタクですよ、おい根っからっておいいやー、意外超意外って言っといた方がいいのかなと思って茶番以上でございますオープニング茶番でございました。はい、はいはい、というわけで、ね、地下ドルにはまりそうね、アニメやらゲームやら、うん、地下ドルやら、いやていうか私本当に生っ粋のオタクじゃないかっていうぐらいの、ね、ともくんオタク以外の部分私知らないんだけどなんですけど、はい、そうですね、オタク以外の部分はないっすね。ない言うな。全く今のところはもうなんか基本的生命維持活動以外じゃないか。息を吸うとか、なんかこう食事をするとか、それぐらいかなって。ありましたわ一個、はいはい。トラブルメーカー。おートラブルメーカーはオタクとはまた違いますからね、やっぱり。まあ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 、まあ。いつトラブルメーカーしてる俺。いやもう常にだよ。やめてね。え、エニタイム、エニウェア。やめて。会うたんびにトラブルがないことがないので、何かしらやらかすんで。逆に才能だね。そうなんですよ。やらかしてますね。はい、ということで今日はやらかしがないように頑張ります。よろしくお願いします。私がよろしくお願いしますと、ね。はい、ということで、はい、まあね、実際アマンダさんとは、まあ、以前ね1年前の放送を見てる方は、まあ知ってるというか、まあね、お分かりの方もいるかと思いますけど、まあ、自分とアマンダさんが、アニメ交流会でをきっかけで知り合いまして、本当に今本当に幅広く。ね、活動をされてる方となりまして、そのなんて言うんだろうな、自分の中で、まあ今日本当に何ヶ月ぶりです、4ヶ月か5ヶ月ぶりに、今年なんか初めて、今年初めてでですよね、対面。連絡もらったのも1月ん3月ぐらい、そう3月ぐらい3月はでもあれですね、連絡のやり取りというか近況報告ですよね、例のそうなんか淡白なやり取りだったもんで、ね、その頃とはまた状況もね、うん、お互いすごい違って、そうですね、まさかオタクだったとは下り茶番下りもう一回やるはい、ね、そう、そのまあ3月だかのね、やり取りの前から、まあなんて言うんでしょうね、本当に天野さんが自主的にこういうことをやっていくっていうようなご連絡もたまにはいただいてたんですけど、今日本当に
ね、つい1時間ほど前に合流をして、うん、本当にいろいろと動いてるなっていうのが、うん、さっきほどお話しして分かったんで、ちょっとそういうお話も後ほど聞ければと思いますので、うん、お願いします。はい、いやもう本当になんかそういう自主的に活動する人って本当いいですよね。なんか生き生きしてるし、うん、そうね、そう責任もあるけどね、楽しいっていうのは本当にわかる、うん、いやしかもあの1年ぶりに帰ってきたら1人あの MC が増えたっていうそっちと思って方向性そっちと思って、そう俺がどれだけ楽したいかって、やばいよな。すいません、間に挟んでしまいまして。全然大丈夫です。はい。なるほど、なるほど。ね、それぞれにね、合わなかった時間で、まあ、進化をしたりだとか、状況変わったりということでね。そうですね。いろいろ。こちらもすごくね、新しく MC が、きっと、いろいろぶった切ってくれるでしょうかと思って、先ほどちょっとあちらの席から、あの、何かちょっと希望の眼差しでもって拝見させていただきましたけども。ですね、うん、もう本当にあのそういういろんなことを突っ込んでくれるし、ストッパーになってくれるって分かってるから選びました俺の抑止みたいな、ね、そうです俺の抑止兼まあね、あの前回もそうだけどたまに暴走するゲストがいるからまあ前回見てた人はいましたけど、まあまあちょっとあの脱線してたんでね、あららら、まあちょっと、ね、まあ見ていただいた方はまあ多分いろいろ多分意見はあったとは思いますけど、うん、まあまあいつかまた来るかもしれないまあ日にちはまだ未定ですけどみたいな、そうですね、はい、まあこれは多分 MC のさじ加減かなとは思いますねこれはやっぱり、ね、はい、彼はでも重宝したいゲストではあるんで本当かよいやだってもう自分から本当に話ふ話題広げてくれる人だからねただ周りが見えなくなるっていう一番ちょっとまずい、そうですね、もういわゆるだから僕この間のラジオは、はい、まあ、ぶっちゃけで言うと3人いて暴走する人が2人いるみたいな、おお、俺もかい、なかなかな混沌とした状態な、小立さんね、小立さんに全責任がかかった瞬間ですね、そうですね、端から暴走するわ真ん中暴走だわしっちゃかめっちゃかでしたねこの間は。それはそこまでを背負うね、義理もないかなって正直しかもなんと新たな発見が先月ありまして、はい、そのラジオの時に、はいはい、この MC ってあんまりアニメの話の時って、うん、ポトンとかテンパることってめったにないんですよ、うん、ほぼついてこれるんですけど、はいはい、そのゲストが来た時に限って、うん、なんか何の話したんだっけ、ウマ、ね、娘とあのね、あれ VTuber だ、そう、だからそっちの話を、うん、VTuber はちょっときつかった時に珍しくポトンってなっててなんか挙動不審になってて、そう、ね、うん、おこれはやばいと思って途中で打ち切ったんですよ、これやばいと思って、はいはい、MC がテンパってると思ってどんだけ裏話話してんね今日のあれがね、ちょっとね、彼には見せらんないな、夏の反省会みたいな感じが1年、ね、やりましたけども、はい、そうです、新メンバーも入ってですね、はい、で一応私もねライブ配信等をやっているので、私も、ライブ配信だとかいろいろイベントをね1年近く実は毎月開催をしてたんですけど、やっぱりね何はなくとも段取りは大事そうね、段取りは大事、確かに、うん、間違いないですね、この MC 段取り何もしないでください1年前の手ジョブかなって思って、あれあなんか特に何もないのかと思ってああと思ってOK、まあ、意外となんか段取り大事っていうパターンもあれば、うん、なんか意外とアドリブでやった方がなんかうまくいくみたいなパターンの多分人がいて、ここ2人は完全に後者ですね、逆に段取りを作っちゃうと特にこっちがそれ1本になっちゃうんで、それ1本だし、それでなんか例えばミスとか例えばなんかよからぬことがなんか予想外なことが起こったら対応できないみたいな、逆にもうねそこに戻す力もないから、それこそ
さんアドリブじゃん。確かに。おい。あの結局も最初から何も作んないでアドリブでやっちゃった方が、しっかりと回るという。しっかりと。はい、ちょっと不思議現象、時間、ね、時間だけちゃんと見てやりって本当だね、すごいね、それはそれですごいね。そう、だから結構決められたことってなっちゃうと、そっから応用力がない、そもそも棒読みになっちゃうねあれこの人本当に自分の気持ちを喋ってんのみたいな、もう口だけみたいな感じに、ちょっとやめようぜリスナーが勘違いするからやめようぜ。いや別に間違いではないから、勘違いじゃないから大丈夫、うん、大丈夫です。この番組の作り方は今公開中でございますよ。はい、皆様やべえな、はい、何か段取りとかあるのかなみたいなね、はい、来月からはこれを崩そうあ、これ気にしないでください。多分崩れないと思うんで。言っただけ。全部暴露すんなよ。いやいやいや、言っとかないと。ね。次回が見てくれなくなっちゃう人がね。次回が逆にね、期待しちゃっていただいて、で、来月、蓋を開けたら、変わってないよね。同じやんみたいな感じで、になっちゃうから。あり得る。もう全然、もう未来が見えてるから。そういう未来がもう予想を上回る、未来が見えてる、ある意味普通という、未来が見えてるわ、予想を上回ってほしいんですけどね、いつもこの MC はなんか知んないですけど予想を上回らない回答なので、もう予想通りをいつも来てるみたいな、あ、安牌ですね。そうそう、もう安牌なんですよ、いつも安定安心の、そうそうそう、冒険はしたくない、はい、安定安心の底辺みたいな、底辺おいそこはさ、ね、ちょっと中断ぐらいにしといてくれよ。ちょっときついな、それはちょっと私でも言えねえな。なかなか、ね、なかなかのあのね、手厳しさが増している。1年前じゃまた雰囲気が変わりました。本当、味方がいねえんだよな。味方がいつも。まあゲストが味方かと思ったら、今月は多分まあ味方になってくれると思いますけど、毎回毎回に関してはもうね、よく分かんなかったら味方じゃなくてなんか潰しに来てるから若干そうね、なかなかね、そうそう、なかなか難しいですね、そこ難しいです、ね、しかも僕の場合こうやってここで初めて会うんで、そうね、その対面したちょっとの間で特徴をつかむという、はい、なかなか無茶振りをこの男するんで、うん、っていうか 前情報を送ればいいと思うよ、そういうのこういう人だよって。そう、それはもちゃんと珍しく、その次が雨降るかぐらいのレベルで言ってくれたんですよ。雨降るか、はい、こういう人でみたいなのでも、まあ本当に触りだけですけど、言っていただいて、はいはい、その1回前は全くなかったからの、なんか、まあ、見ていただいた人はなんとなく分かると思う、ちょっとなんかおいみたいなおい感じだったんでまあなんか普段はまあこれ裏情報なのかわかんないですけど、これ終わったら大体食事っていうか、まあご飯を食べに行くんですけど、ね、今回に、あ、前回に関してはもうなかったんで、いや彼も彼で入れてたね、なんか久々の休みだから収録だからな、彼も出勤がそういうタイプみたいな感じで思ってまあまあまあいいやと思って、なるほど、しゃあないしゃあない、彼もそうそう、もうしゃあないなと思って、で彼もほら秋葉系の人だから久々に秋葉に来てテンション上がってた。あーそうね、そうそうそうね、確かにちょっと途中下車もありだなって一応考えたオタクなんで確かに確かに、まあだから、はい、正直だから結構まあ MC がこうなんで結構引き寄せてくるんですよ、引き寄せる、はい、グリトモグリトモみたいな感じでだから結構来る前は不安なんですよ結構ただ今回は天田さんということで、はい、まあ女性っていうのもまあ聞いてて、はいはい、でまあちょっと前情報入ってたんで、はいはい、まあ、天田女性しか情報ない、ちょっと、ちょっと多少入ってたんですけど、まああんまり情報はまあいつも通り入ってなくてやめろ、まあまあ、ちょっと違うかなと思ってたんで、あれは予想通り類ともではなかったので安心したっていうのがやっぱありますね、類ともではなかった、そうなんですよ、だからなんでその言い方なるほど ね、 こ小達さんの洞察力にこの番組はすべてそうですね、もうそうそうそう、
すごいね、1年ぐらいやった時に小立さんが人を見抜く力がやばいぐらいになってそうだよね、プロファイリング能力みたいな。もう一番最初は冒頭あれでいいんじゃないね、小立の人間分析みたいな感じにして、あなたはこうだって言ってはめちまるみたいな感じにして、でトモ君がそれに対してイエスかノーかをやるみたいな、そんな番組に。やばいな、なんかちょっと待ってください、多分イエスかノーかわからないだからテンパりますね、判定もダメか C、それに多分、うん、ゲストがどう反応するかが怖いいやいや、そんな最初に初対面でそれはやらないよだんだんと慣れてきて、うん、あやばいなと思ったら、なんですか、あこれやばいみたいな言っちゃうかもしれないけどこれやばい、冒頭ではやらない、さすがにこれやばいはまずいだろこれ終わった後に多分言ってるやこれやばいと言われて招かれたゲストのね、そうよ、その生存時間死ぬよねやばいよ、周りされて番組出された日にはあなたは泣くから、この本番ではやらないですよ終わったら例えばね、あのなんですか、フィードバックみたいな感じで言いますね、多分大体フィードバック言ってるんで毎回、ね、終わった後やべえフィードバックで今日何言われるかな今日は多分ないと思います、はい、何ですかあのアバンダって人って今日は大丈夫です大丈夫ですか、大丈夫、大体なんかあのこの MC さんのお友達って結構その何ですか、まあ言い方あれかもしれないです、キャッチボールがなんかできない方が結構多くてでして、まあ、そもそもこの MC さんはそもそもキャッチボールできないんであのなんか、ストレートで、はいはい、例えば投げるじゃないですか、はい、あれをだから今でいう流行りの例えばあの、まあ、野球これ知ってる人いるかわかんないですけど、うんあのまあ、今メジャーでも結構あのホームラン量産したりとか、うん、あのピッチャーとしても、うん、あの結構あの、まあ、二刀流っていう形で、うん、あの今有名になってるあの大谷翔平が結構あの武器にしてるなんかスプリットっていう結構急になんか落ちたりする球とかがあるんですけど、そういう変化球を交えて返してくるんで、でこっちからするともっとここにやってんのにおおみたいな冒頭みたいな、で例えばランナーが三塁とかにいたらホームスチールされるみたいな、でも1点みたいな、そういった球を投げてくるんで、なるほど、もう慣れてないとやばいです、だからミットを上に構えちゃうともう無理みたいなっていうのもあったり、もうミットを下に構えてると今度はなんかあのなんだシュートとかがなんか上に行っちゃったりして、はい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 、あのキャッチできないとかで、あのキャッチャーの、あのヘルメットにドカーンって当たるとかそんなぐらいな玉で、あの、うん、トークを返してくるんで、ごめんね、一個聞いていい、 MC 潰しにかかってる今、いや、MC はあの潰しにはかかってない、もともと言ってるだけ、おい今日は夏の海鮮で、ね、今日は夏の、ね、何回これ、いや、もう夏のね、大反省会みたいな感じで、ね、大反省会とともくんのその背後という、ね、やばいな、はい、俺ちょっとあの控え室戻っていいですか、MC なので、ね、それは勘弁してくださいなんかやろうか、やばいな、やばいな、いやいや、もうでもね、1年続いてるわけですからね、あと半分あるけど、うん、俺メンタルボロボロよそうなの、そんなやばかったね今日ごめんね、マジでアマンダさんを呼んだ回だよねっていうぐらいにさ、アマンダさんの話がないんだもんあらあら、全然振ってる振ってる、全然振ってる、あのね、2人して俺の話しかしてない、気づいてない、ちゃんと振ってる、いや振ってはいるけど、中身のない俺に対してよおーおー、ちょいやまあちょっと遅くなりましたけど、ちょっとまあもうアマンダさんのお話をちょっと、はい、させていただければと思うのでまあちょっとなんかまあここからはあのアマンダさんを中心にちょっとフリートークで、はいはいはい、よろしくお願いします、ちょっと遅くなっちゃいましたけど、はい、お願いしますいいですね、夏の大反省会を含むその後に私ということですが、話しづらそう何話すいやでも話すことはまだまだ全然たくさんありますよ、はいはい、やっぱり、はい、まあ何ですか、この何ですか、なんだ MC 名前忘れたわ、あの MC のまあなんかとのなんかエピソードとかMC の名前忘れたわまあなんかまあ、実はこういう人でみたいな、僕が意外と、はいはい、とかまあ視聴者が意外と知らない一面っていうのが、はいはい、まああんまり期待はしないんですけど、あったりするかもしれないので、なんか例えばでも最初になった時のイメージと、なんか例えば今
なんか変わったとか、例えばあの変わってないとかでも全然いいと思うんですよ。あ、なるほど、なるほど、はい、私の知っているともくんのあれやこれやの話です、はい、全然それでもいいと思う。ぐさぐさきそう。いや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 多分まあ多分何ですか、いろいろあると思うんで、なんか言っていただいたりとか、うんうん、私そもそもともくんがラジオをやるっていうのが結構びっくりで、うん、それまでこう何ていうのかな、いろんなことにはチャレンジはするんだけども、うん、どうしてもやっぱあと一歩っていうところで気が引けちゃう中で、うん、まあそういったところでね、イベントいろいろ立てたりだとか、その様子を私もずっと見させてもらったんだけども、うん、ある一つで、ね、あ、マンナさん僕ラジオやりますって唐突に言ったもんな、確かに右斜め行ったみたいな。キャッチボールをしてたら剛速球来て首折ったみたいな感じだったので、そういうところがあるんですよ。はい、そうそう、だからすごく、まあ、意外っちゃ意外なんですけど、うん、でそれもねラジオちゃんと続いているっていうところは、あ、そこは本当にちゃんと偉いなっていうところはねすごい私は感じましたし、うん、あの一応ねチャレンジするんですよともくんって。うん、そう、うん、あのちょっとね、あの、まあ、これはね性格によるかもしれないけど、私は準備をすごいする人だから、はいはい、うん、いきなりやっちゃうんだってところ結構気がするけど、うん、あの、なんていうかな、それでもちゃんと自分の中であのチャレンジをしたりあのやってみることを必ずするっていうのはね、うん、本当にねすごいと思う。うん、ありがとうございます、うんうん、あのそうなんですよ、こうちょっとねふわっとしてる感じの印象があって、まああのね、意外なことにオタクだったっていうね超意外 なこの振りやめとけよかったな、ねね、意外な、ね、皆さんもね1年間見てね場合によってはね、え、意外っていうことでね大丈夫ですよ皆さん、あのオタクでもともくんはともくんだから大丈夫ですよ。うん、あのそういうところでちょっと内向的なのかなっていうね、うん、そんな印象があったんですけども、私もね付き合っても2年から3年ぐらいかな、うん、3年弱ぐらいいろいろね、あの活動を見させていただいてるんですけども、うん、あの意外にこうね頑張るっていうところがねあるっていうところと、うん、で頑張って広げていって誰かに頼むんで、そうです広がんないって思ったから誰かに頼みました。うん、そう、でもそれでもやる選択するんだよねと思って、そうですね、うん、うん、そうそう、そういうところが私の、まあ、皆さんね、あの画面越しでしかともくんをちょっと存じ上げない部分もあるかと思うんですけど、うん、うん、ラジオをやるっていうほどの積極性と、このなんていうのかな、チャレンジ精神がなかなかねちょっと見え隠れしなかったんですけど、やってるし続けてるしっていうか、そこは本当すごいなと思いますよ。ありがとうございます。はい、だからそこは確かに、僕も感じたところですね、その唯一っていうところかな、もしかしましたら、まあ、今まではやっぱ会ってて、やっぱ、まあ、内気な性格なので、うん、やっぱり、まあ、失敗をやっぱり怖がるっていうところがやっぱり見受けれてたので、まあ、僕も一緒に、まあ、仕事してた中なので、なんとなくは、まあ、でも言うても3ヶ月ぐらいですけど、まあ、なんかまあ、結構無難な道を行くなって。っていうところがやっぱり見受けれたので、ね、正直僕もなんかアマンダさんが言ってたように、うん、ラジオをやるって聞いた時、まあ、僕もあのさっきアマンダさんが言ってた通り、あの剛速球僕の場合はあのなんか剛速球ってよりはあの超スローカーブみたいな感じで来まして、緩急エグ。ただまあやるって言ってて、うん、でまあ、なんかちょっとずつその時はなんかともくんの中でも多分もうやるって決めてたんだろうなと思ったんで、うんうん、あ、まあ、これは多分やりきるんだろうなと思ってたら、うん、まあ、僕はなんか最初なんていうんですか、まあ、他人事っていうか、あ、まあまあね、そういった形で、まあ、頑張れよみたいな感じで、うん、様子を見てたらなんか急にゲスト出てって言われて、うん、えっと思って。でまあなんかゲストで何回か出てたらなんかいつの間にかこのポジションにみたいな、 なんかサブ MC というなんかポジションをいただいて、うん、っていうところで、まあ、なぜか一緒にやってるっていうところなので、うん、まあ、そういったところが、うん、まあ、確かに唯一変わったところかなっていうか、まあその何ですか、道が開けてきたっていうか。うん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 、まあ本当にまあ今でこそこういうふうになんか笑ったりとか喋ったりとかしてますけど、はいはい、多分根はスーパーもうネガティブ。いや、まあ、もう、ね、ことあることに、ね、前向きに考えず、もう本当に後ろ向きなことばっかしか
考えてなかった人間だったと思うんで、うん、まあそこは、うん、なんて言えばいいですかね、まあ多分ともくんの力一人だけの力じゃなくて、うん、まあ多分出会った人、うん、まあだから例えば今やってるアニメの交流会とか、うん、まあアニメは多分好きだから多分好きなことをやることによって、うん、確かにまあなんかだんだんと何ですか本当の内に秘めてるものっていうところが開けてきてるんじゃないかな、うん、まあもちろんトラブルは毎回起こしますけどまあまあまあなんて言いますかネガティブな感じでトラブルを起こすんだったらまあこういうポジティブにいてまあなんかトラブルを起こすんだったらまあまだ笑って、うん、まあいつもこういう感じなんですけどこの人なんか言うこと一つだけあって突っ込むとき、うん、なんだと思います？それ視聴者の方はもしかしたらわかるかもしれないですね、うんうん、俺パターン化されてっからな、さっき俺も機械室戻っていいかなとかそことはまたじゃあ本当に単純例えばなんかなんかボケて、うん、でなんか誰かに何か言われると、はい、もう必ずそれしか言わないんですよ。もしかしたら聞いたことあるかもしれないですけど、まあちょっと言いますね。はいはい。2文字な。はい。非言語、非言語が出るから。そうなんですよ。もうそれだけ。それだけ。はい、それだけ。なるほど。皆様本日はですね番組の内容を変えましてですね、佐藤智弘のですね三者面談をただいま行っております。はい。私先生かな三者面談この並びでいいんだっけ三者面談は一、はい、人向こうか二人向こうかみたいな、まあ横並び式っていう、ねまあ、横並びもある意味いいんじゃないですか公開三者面談ですね、はいはい、ちなみに、まあ、期待はしてないですけどあと何か彼を見て変わったこととかなんか彼がなんかそういう取り組み以外で、うんうん、まあなんか例えば内面的な問題とか、まあ問題じゃないですけど内面的なものとか、うん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 、なんかあったりしました？あのねやっぱりちょっとそのアニメの、まあ、交流会、まあ、私もともくんももうちょっとそこに席はないんですけども、うん、まあその中でもああいうのって所属して楽しむ人が圧倒的多数なんですね、うん、で私とともくんは自分でコンテンツを作って自分でイベントをやってたりもしたんですよ、うん、でそれもすごく意外でともくんがやるっていうなんかやっぱり消極的なイメージがあったから自分でやりたいって言った時すごく意外ででそのともくんの会にも行ってすごい私楽しませてもらってですごくいい時間過ごさせてもらってでパズドラねまた私もやるようになって、ねうん、積極性というのかなともくんはまあなんていうのかな何かを積み上げていくのは確かに苦手なんだけどでもやりたいものっていうのに対してすごく純粋無垢、うん、やってみたいっていうことだけでやってるからあとはそのまあ実はね人を呼ぶだとかないわゆる集客的な話をするとなんやかんやはあるんだけどすごいんだよねその時々出す積極性みたいなものとやりたいっていう気持ちっていうのは本当にすごい強いなと思うのでうん、何かこうねまあともくんはともくんのセオリーにとらわれない感じ人がこうだよっていうよりかはやりたいと思ったらやってみちゃうっていうのとまあなんか結局こうやって誰かがついてくれるんだろうねあなたの場合うん、そうですね。いや、小立さんにもよく来てくれたなと思うよ。3ヶ月ぐらいのお付き合いで。すいません、うちの佐藤智弘が。まあ、我ながらそうですね。ついてきちゃいました。まあ、仕事自体は3ヶ月だったんですけど、うん、まあ、そっからはずっとなんだかんだで、うん、交流が、まあ、あるというか、うん、まあ、そういった形の、まあ、類型別になんかそんなに離れた時期っていうのは、まあ、そんなに意外となくて。まあ、回数は、多くはないけど、まあお付き合いはずっとあったってことだよね。そうですね。うん、はい。まあ全然あったっていう感じですね。ねそうね。とも君ってそういうタイプかな。こう密に付き合う時期もまああったりもするけども、それでも縁は続いていける人、うん、でなんだかんだでこうやって1年持っちゃう人っていう。そうです。細く長いです。それもありなんだよ。それもありなんです。ありなんです。何でも深ければいいわけでもないし、そうですね、うん、深くて、うん、広い人、深くて広いはないか。深くて狭い、うん、もうそれもなかなか大変よ。そうですよね。そう。はい、まあ、おせっかいかもしれないですけど、うん、まあなんか毎回毎回何かしら下手こくんで。だからまあなんて言えばいいんですかねまあ
ほっとくとどうなるかがちょっと想像がついちゃうんで、うん、っていうのもありますね。想像ついちゃう、はい、ほっとくとなんかもうあの違う宇宙に行っちゃうんじゃないかぐらい、違う宇宙もう本当にあのレベルぐらいにあのぶっ飛んでるんで、まあまあ、周りが磨かれますよ、そういう意味ではそうですね、周りが磨かれるし、ね、そうそう、ともくんにいろいろ私も教えることもたくさんあったから、うん、あ、自分が磨かれたなっていうところはすごくあるね。あ、うん、なるほど、うん、ともくんもね、パズドラめっちゃ教えてくれたし、まあ確かにそうですね、うんうん、だからまあ、なんだろうな、やっぱりね、ともくんってやりたいものに対して人がついてくる人なんじゃない。あ、うん、トムはやりたい気持ちだけあるから、でトム君が人選していけばいいんじゃないの。なるほどですね、うん、三者面談からコンサルタントに最後には何になるかな。やばいな。ちょっとあの方向転換して逆に、うんうん、トム君が天野さんに対して、うん、あの会ってから、まあ、何を思ったとか、はいはい、あとはなんか出会ってこの2年とか3年ぐらいで何がなんか変化あったかみたいなのはちょっと聞きたいなっていうのは、うんうん、あ、嬉しい。トモ君は私どう思われてるんだろう。マンダ3人に関しては本当にでもいろいろ、あの自分だけじゃなくてそのまあ交流会も含めて、まあ自分と同じやっぱり積極的にいろんな活動をされてた上に、他の人を助けるのがすごくうまい、嬉しい、嬉しい。自分もやっぱりプレゼントとかで助けられたのもそうですけど、うん、いろんな新しくこれやりたいです、うん、あれやりたいですって人の、うん、その助力についてるのがすごく、そのアマンダさんから直接聞くんじゃなくて、そのやりたいですって言ってた人から後々聞くことが多かったんで、うん、いやトンちゃんとか、そうだったんだ、個人名挙げると、あ、嬉しい。そうだからやっぱりその手助けをしてあげて、でなおかつ、うん、それをなんて言うんだろうな、あの一回で終わらせないところ、その一回終わらせコンテンツがすごくまあ、うん、長くというか続くような、それこそ本当にコンサルをやってるイメージは強いですね。で何かそのコラボをする時とかも積極的にやってくれるというか、だから、うん、人を助けるのがというか、そうだな、なんか一緒にやってくれるイメージは強いです。嬉しい、うん、よかった。あの女がみんなを困らせてるみたいな感じ。いやいやいやよかった。まあ、そう、うん、そっか、うん、あのね、うん、まあ、自分たちがよく知ってるあの会の代表だって、うんうんうん、正直まあ自分はその内情までしっかりは知らなかったですけど、うん、幾度となく助けてるっていう話も聞いたので、どうかな、どうかな。私が勝手にやったんじゃないかなとかね、よかれと思った、私は暴発走壁だったのではないけど、今思えばよ、今思えば私も感謝もしてますし、うんうん、まあ、うん、いい時間だったのかなとは思うけどね、うんうん、だそういうなんだろうな、一緒にやってくれて、うん、なおかつ、それがすごく一緒に楽しめる人っていうのが、うんうん、なんだろうな、一緒にいやすい感じですよね、うんうん、ありがとうございます、嬉しい。すいません、ちょっとツイッター届いたんで言わせていただきますね。まあ、最近見ていただいてるということで、今いつも通りありがとうございます。見ていただいてる資産20億の方から、はい、すみません、すげえいやらしい感じになるからやめようぜ、そこは。ありがとうございます。のっけたい、のっけてるけども、ね、名前でしていただいてるんで前半読んであげない、名前だったら。でも、まあ、なんかちょっとコメントが届いたんで、まあ、今日もトークがさえ渡ってますね。多分これはMC 以外の話かなと勝手に思ってます。で、真ん中の方は少し緊張するかもしれません。すいません、緊張はしてないです、大丈夫です。普通にいつも通りフランクに話してるんで、でもそういう風に言っていただいてありがとうございます。で、両サイドの方が、
あ、ちょっとごめんなさいね。両サイドの方が上手に話しやすい雰囲気を出してて素晴らしい番組。ああ、ありがとうございます。あれじゃない？真ん中の人がいるおかげでっていうことじゃない？だと思う。まあそうですね。で、そうです、ね。両サイド、両サイドか。うん。謙遜しろよ。僕から見て右の方、まあ、女性の方は、そうですね、そういう雰囲気を出してますね。ちょっと左をちょっと MC ちょっとわかんないですけど、素晴らしい番組だと思いますっていうところを言っていただいてるんで、こういう、ありがとうございます。やっぱりね、なんだろう、ゲストさんもそうですけど、こういうね、生のコメントを、生の声いただけるリスナーさんに、本当マジで毎回感謝します。ありがとうございます。ちなみに、いつまでも続いてほしい番組ですね、と。マジですか。あ、来てるからマジですよ、これ。なんで適当に言うんだ、これが。ちゃんとそこ直そう、ね、そのネガティブ直そう。ちょっと待ってね。なんか MC もしかしたら感極まって多分喋れてません、今。いや、気持ちが。でもほら、まあでも多分こういうコメントをやっぱりくれると、やっぱやりがいがあるというか、やっててよかったなっていうところが、あると思うので、本当に、まあちょっと、マリナ美容社長さん、ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き、こういった、まあ何でもいいんで、コメントとかを、いただけると、MC のともくんも、はい、こういうふうに、感極まってというふうになっちゃいますけど、感極まって、動作停止するというね。やっててよかったなっていうところの、気持ちが出てきて、また、やりたいというような形に、なるかと思うので引き続き、はい、まあコメントも何でもいいです、はい、よろしくお願いします。皆様のコメントがも番組のモチベーションになるのは ね、 ね、本当にそれは ね、 ね、はい、確実なのでね、ぜひぜひこれからも応援していただければと思います。はい、というわけでコンサルにしますか、コンサルにしますか。MC あと5分ちょいあるけど大丈夫かこれ、持つか。ね、はいはい、今のこのコメントでマジで頭真っ白になりました。ねえ、でもほら1年間続けないとこのコメントももらえないわけだから、よく頑張ったね、ともくん。ありがとうございます。今日は褒めに来ようと。1年よく頑張りましたって。そうですね、やっぱり。まあ、自分が楽しいっていうのも一番ですけど、うん、こうやってね、視聴者のね、一人でもやっぱり笑ってくれたりとか、うん、楽しいですって言ってくれるのって、うんうん、なんか言われるの初めてだから言葉が出てこない、うん、いや、それが増えていくもんですよ、続けていくと、ね、うん、これをなんだろうな、生で体感してもらいたいなっていう。前にもその先月も言ったけど、やっぱりこの番組名に変えた理由っていうのが、まあ、リスナーさんにもいずれ、ね、うん、イベントだったりとか、はたまたこのゲストとして、うん、来てもらって MC のド緊張ぶりだとか、うん、回せないぶりを見てもらうのもそうですけど、そういうのをしっかりうまく拾ってくれるサブ MC がいるっていう重要性を知ってもらいつつ、そうね、で、うん、でもそういうなんだろうな、それこそ本当に生配信生放送だからこその、うん、それこそトラブルですよね。もう、一緒に味わってほしいです。そう、トモ君って本当にまんまだから飾らないから、その空間を楽しめるっていうのが、うん、多分この一番の醍醐味なのかなと思う。そうですね、うん、なんかほら別人のように切り替わるわけではないから、そうです、うん、なんかラジオ中もともくんはともくんっていう感じだから。そこがなんか、ね、うん、ま、今まで本当に普通に、自分とプライベートで交流ある人は変わらないって確かに言います。ともくんがラジオやっているっていうだけです、になってるっていう、本当に素の自分がラジオやってるだけです。そう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 、それはそれでなんていうのかな、うん、まあ、好き好みはね、皆さんあるっちゃあるかもしれないけど、まあ、でもなんかまんまなんですよっていう、うん、で、うん、やっぱり実際そのまあ自分もこういう局長との出会いの縁があったので、うん、こういう特殊な、うん、配信、個人配信じゃなくて普通にラジオ局での配信っていうのに、うん、まあ巡り会えたので、うん、やっぱりそういう特殊な経験してほしいなっていうのも、うん、リスナーさんにもありますんで、うん、ぜひよかったら、はい、コメント等でね、ゲスト参加してみたいと
おっしゃってください。残り5分です。ちょっとあの、まあ、5分前という形で早いんですけど、あの、まあ、全然最後ではないんですけど、あの天野さんの方からあの確かなんか、まあ、あの巷ではあのなんか告知があるというふうに聞いてたので、はい、せっかくなので、はいはい、あの告知の時間にできればと思います。ありがとうございます、はい、さすがサブ MC しきりうまい。はい、ありがとうございます。まあ私ね、まあ私もまあもう、うん、もうアマンダって名乗っちゃってる時点でね、もうなんか怪しげ満載の女なんですけども、はい、あの筋金入りのアニオタ歴40年のアニオタでございます。はい、で私の方はですね、あの今回、QR コードは今出せますかね。出せるかな。はい、こちら私のオフィシャルサイトになっておりまして、一応デザイナーとプレゼンプロデューサーという仕事をやりながらですね、うん、はい、じゃあもう一枚の画像の方よろしいですか。はい、実はですね、私もあのガチオタなのでですね、自分で大人のアニメ語りというコミュニティ と、このようなですね、あのイベントを開催しております。で今回で第3回目ということで、皆様あの今お写真に写っているあの火の鳥の漫画なんですけど、これ私の私物なんですね。はい、もうあの古の古文書みたいな感じで楽しい感じになってるんですけども、はい、あのこのですね、手塚作品というのは見て楽しいというよりかは、見た後に語らずにはいられない衝動に駆られるのが手塚作品なので、もう皆様のね、このやり場のない手塚愛、手塚作品の感想をですね、皆様ぜひぜひお持ちいただいて、この場で発散していただきければと思います。でこちらへの参加の方法なんですけども、先ほどの QR コードからですね入っていただき、あ、もう一回すいません、もう一回 QR コードいいですか。はい、こちらが私のオフィシャルサイトのお問い合わせの方にですねご連絡いただきましたら、あの Facebook もしくはですね、はい、当日の Zoom アドレスを配布しますので、 Facebook からやれる方ぜひぜひお友達になって、このコミュニティも参加していただければと思います。はい、ご希望者はあの手塚治虫のなんか手塚治虫のイベント行きたいっていう一言書いていただければ、はい、後々にご連絡連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ドタさんありですか。いいですよ、いいですよ、来てほしい。あの実はですね、手塚作品 と、金融機関の意外な関係性みたいなものがこの度発覚しましてですね、ちょっとそれをプレゼンにまとめようかなと思って。そう、あのいつも思う、本当にアニメと何かを絡むのがうまいですよね。だっていつだかはあのなんかね、主婦のなんだっけな、鬼滅だかと、そう、掃除だかを掛け合わせた時のプレゼンはね、マジで思い出すたびに笑える。あ、そうなんですよね。実はまあそのアニメ、大人のアニメ語りというコミュニティの方で私のプレゼンを今後ちょっと展開していこうかなとも考えていて、そう、アニオタライフハックっていうね、あの家事と家事をプレゼン、あ、家事をアニメに生かすにはどうすればいいかっていうことで片付けられない大人のためのライフハックを、オタクはこうやるよとか、そうですね、掃除かな、掃除の時にアニソンを使ってうまく掃除しようって言った時に、うん、掃除に必要なのは殺意だって言っておなりの殺意を爆上げするアニソンを聞けっていうなんかもう狂ったね、狂ったプレゼンしましたので、まあ、そんなものもね今後ぼちぼち展開していく予定ですので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、ということで残りお時間もね1分ちょっとということで、私の方からも、まずは、まあ、普段のね、この局に関してですね、コロナ対策について、演者スタッフの検温を行ってますと。で、換気50分に1回、5分以上行ってます。で、この、機械もですね、トレールっていう機械を使って、換気の方もしております。はい。続いて番組応援の回ですね。まあ、この、番組応援したいという方がですね、いらっしゃいましたら、まあ、こちら入っていただけると見学ができたり、参加できますという内容になってます。で最後ツイッターですね、まあ、先ほどのマリナ美容社長様のように、コメントいただければ、まあ、漏れなく絶対に読みますので、はい、このアズパン FM で、検索してですねコメントどんどん、お願いします。はい、ということで、で私の最後の告知なんですが、ツイッターですね、作らせていただきますので、ちょっとそちらは、もう少し待っていただければと思います。はい、ということで今日もね50分、あのちょっと最初ヒヤヒヤはしましたけど収まるかなということで、まあ今日もね、まあ、いつも通り、まあ、コメントもいただいたりとか、楽しいお時間を皆様に提供できたなと思います。また来月もお願いします。それじゃあ